レンタル着物マインも忙しかったんじゃないんだろうか。ああ、そうですね。七五三の。そうか。うん。まして、レンタル着物マインのそばに照国神社があるからさ。ああ、そうだ。あんな近かったらちょうどいいんじゃないの。あそこのお姉様方、ほんと着付け上手ですからね。明るいし。うまいな。あっという間に着させてくれるもん。米ちゃんもあんた着付けしてもらってな。そう。うん、女をあげたもんな。ありがとうございます。また行かなきゃですね。ねえ。レンタル着物前、今日は忙しいでしょうね。さて、今日のですね、日曜夏掛け、お題は落語でございます。皆さんどうもありがとうございました。ね、今日また多いんです。ある意味、マニアックなね、まあお題かもしれないけども、どうもありがとうございました。マニアックなんですか、落語。落語ってのはさ、なんとメジャー芸能ではないでしょう。あメジャー芸能ではね。やっぱり、うん、なんだろう、歌舞伎なんかに比べると、まあ、お茶漬けみたいなね、歌舞伎がさ、うん、なんかステーキだとすると、なんか落語はお茶漬けみたいな、こうサクサクっていうような感じはするけどね。そんなことないですよ。そんなことないかな。そんなことないです。はい、今日は落語ということで、たくさん作品いただきまして、どうもありがとうございました。いい作品いっぱい来ておるんでございますが、お時間の関係でね、はい、オチが同じだったりするとね、やっぱりいい作品ぶつかるんですよ。すいません。代表で一名様いただきますんで、ご勘弁くださいね。参ります。森さんです。落語とかけてイケメンに限ると解きます。その心は？センスの良い髪型に落ちます。あ髪型落語ね。はい。なるね。カレクックさん。落語とかけてある日の森の中と解きます。その心は？熊さんが出てきます。ああ、かわいいですね。これかわいいね、かわいいね。はい。三時のパパさん。落語とかけて紀北上場公園の夜空と解きます。その心は？星座が必要でしょう。ああ、なるほど。なんてこったパンナコッタさん。落語とかけて恋と解きます。その心はどちらも最後は落ちるものです。あらまあいいですね。フォーリンラブになることある？いやでもなんかいいじゃないですか、こうね、大人な感じの作品で。そう落ちる、落ちるね、なるほどね、恋に落ちる。チャコボーイさん、落語とかけて拳銃を突きつけられた人と解きます。その心は寄せ寄せ。師匠一応皆さん演技してます、スタジオで寄せってね、かっこいい冗談は寄せはい。コメッコさん、落語とかけて寿司見習いと解きます。その心はネタを覚えないとやっていけません。おっしゃる通りです。鹿屋のハマッチさん、落語とかけて決め玉のフォークボールと解きます。その心はオチが悪けりゃ話になりませんが、オチが良けりゃ絶好調でしょう。おー、うまい、ね、はいな。あら、ゆめちゃん、はい。コオロギコロコロさん、落語とかけて飲んだ後の胃薬と解きます。その心はお後がよろしいようで。はあ、なるほどね。カボチャプリンさん、落語とかけてバーゲンで洋服を買いすぎましたと解きます。その心は引き出し不足だと落ち着かないでしょう。なるほどね。膝頃傷だらけさん、落語とかけて四十肩を治療する新米の整体師と解きます。その心は肩にはまらず動きを加えたらみるみる腕が上がり上手くなったと褒められました。お上手ね。え、今食事中の方いらっしゃるかもしれません。またお仕事中の方もいらっしゃるかもしれません。ねえ、楽しんでくださいね。そろそろ赤切れさん、落語とかけて串焼き屋の親父の野望と解きます。その心はお客には鳥には味わいがあってやっぱりうまいと言わせたい。あ、うまいね。お上手ですね。うまいね。皆さん相変わらず大口の皆さん、うまい。おふみちゃんさん、落語とかけてガーデニングと解きます。その心は喋るを基本に声を聞かせ花を咲かせる演芸です。おー、もう最高だな、最高だな、もう本当に素晴らしい、ね、最近ガーデニングさんから来ないなぞかけね。おー、そうですか、お元気してらっしゃるかな、ね、はい。こたつ番頭ももちゃんさん、落語とかけてお寿司のわさびと解きます。その心はネタに合わせてよく聞くと鼻にツーンときて涙がこぼれるほどうまいです。素晴らしい。
皆さんお上手ですね本当に。なんだろうこのうまさ。吉田のウォーキングおじさん、落語とかけて人気のあるゆっくり泊まれたホテルと解きます。その心は、枕や座布団も立派なものが出てセンスも一流で最後には十分落ち着きました。うまい。なるほどね。下端派、下端白老坊さん、落語とかけてアメリカ大統領選挙と解きます。その心は、頭角を表すまでに時間を要します。そして結末は意外な展開が待っています。なるほどね。松山町の工事堂殿さん、落語とかけて 稲刈り後の田んぼに落とし穴を作りましたと解きます。その心は、使うのは喋るとわらかす、落とした後笑う人もいれば泣く人もいます。うーん、このわらかすっていうのがね、はいはい、うまいな。リエモン娘さん、落語とかけて、補正下着で頑張る私と解きます。その心は、寄せてあげて最後には落ちます。あ、うまいね。これ自分に持ってくるのがうまいね。目を閉じて耳たぶさん、落語とかけて次期大統領のトランプさんについて一度は抱いた疑念と解きます。その心は、髪型はカツラ。うまいな。なるほど、この使い方うまいな。カツラじゃないけどね、はいって言ってね、やってました、ね。天神ゴジラさん、落語とかけて豊洲問題とオリンピック問題と解きます。その心は、落としどころが肝心なんですよね。いいね、タイムリーだね。隊長の母さん、落語とかけて中堅八高の銅像と解きます。その心は、座りっぱなしです。あ、なるほどね。これが面白い ね、 ね、はい。ストックさん、落語とかけて大阪人に大受けするのはと解きます。その心は、やはり固定固定の古典古典に古典古典となるでしょう。わけわからん。わけわからんけど語呂がおかしい。はい。ナナさん、落語とかけて青色 LED と解きます。お、その心は、日本の伝統です。継承し未来を明るくしましょう。あ、なるほど。サックスフルートの井上さんのグループからですね、新世紀鶴森おり、新世紀鶴森恩さんの作品、落語とかけて切り捨てごめんと解きます。その心は、人情もあるでしょう。あ、わかる、人情話とね、はい、伝承でござるね。この方、マボドンさん、落語とかけてファッションセンスがあり化粧も上手で周りから一目置かれる女性と解きます。その心は、センスが重要で最後は必ず落とすでしょうという。うーん、化粧を落とすのね。あ、なるほどね。そうそうそう。ゆうたろうのお父さんです。落語とかけて盆栽と解きます。その心は、年数をかけて腕を磨く園芸です。あ、前田デブリンさん、落語とかけて徹夜続きの仕事が終わりやっと布団に入ることができましたと解きます。その心は、枕を掴んでコテンと寝た。ああ、うまいな。前田ファミリーパパさん、落語とかけて頭が薄い人と解きます。その心は、髪型はカツラのかぶりで割と決まっています。はい、宮古人城桂拓丸さん、落語とかけて鹿児島の石橋を手掛けた岩永三五郎と解きます。その心は、持ち前のセンスで見事に橋を表現しました。あ、センスでね、橋の格好するよね。はいはい、あんたよく三五郎として知ってた。岩永三五郎、はい、鹿児島のね、鹿児島と、あ、もたい、師匠と一文字字が、もたい、師匠と一文字違いと解きます。あ、もたい、ラジオネーム師匠と一文字違いさん、私の本名と一文字違いなんですよ。ああ、そうなんですか、うん。落語とかけて山の山頂で深呼吸する人と解きます。その心は、何も食べていないのにとても美味しそう。あのパントマイムの件だよね、はい、なるほどね。あの芸はね、すごいですよね、やっぱり。やってみる。
また今度でいいです。アギャンコギャンさんの一族のツバメさん、落語とかけてそばと解きます。その心は新打ちが一番です。あ、なるほどね。慎吾町子さん、落語とかけてテストと解きます。その心は、まずは一問に入って二つ目に行きます。おお、うまいね。こういう発想どっから来るの。なるほど、皆さんよく詳しいですね、落語についてね。うまいね。指宿のリトルグッチさん、落語とかけてお相撲さんのしこ名と解きます。その心は、稽古して精進すればいつか必ず先代の名前がもらえるでしょうという。 あとヨネちゃんの母校竹岡中学校の北野さんから来ておりますんですが、ありがとうございます。その中のドラクエ30周年おめでとうさん、落語とかけて芸術と解きます。その心は、センスがあるのとないのとでは大違いですと。いただきます。どうもありがとうございました。もういいのいっぱいあるでしょ。面白い。では決定いたしました。北海道与一山本観光果樹園さんからリンゴ1ケースなんでございますが、初めてじゃないかな、カレクックさん、落語とかけてある日の森の中と解きます。あ、その心は、クマさんが出てきます。メルヘンですね、メルヘンですね、メルヘンですね。竹丸賞です。おめでとうございました。ありがとうございます。そして米ちゃん賞はリエモン娘さんの作品、落語とかけまして補正下着で頑張る私と解きます。その心は、寄せて上げて最後には落ちます。こちら選びました。おめでとうございます。おめでとうございました。師匠の手拭いを送りいたします。たくさんの作品届きました。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。さて来週でございますが、 NBC ラジオテレビでは和泉市ふるさとウィーク開催ということでございまして、はい、やっぱり鶴でしょうね。鶴、鶴、皆さん鶴で考えていただけませんかね。鶴お願いいたします。なお謎かけは YouTube、 はい、アップしております。番組のブログ、そして Facebook ページからもご覧いただくことができます。振り返って、あのタイムフリー機能でもラジコでも聞いてはいただけますが、 YouTube のこちらもどうぞご覧になってください。謎かけのコーナーにお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。